はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガエメラルドビヨンド体験版アメリア編ですね、第2回目やっていきたいと思います。じゃあこの魔力の扉入っていきましょう。私にはわかる、この先には寒い世界が待っている。寒いの嫌だなと。あれ、別にこれパズルはないのかな今回。エメラルドライト、ミドウ君も乗ってんね。寒い。でもこの寒さは単に気温が低いのとは違う。凍ってるね。あ、村や人が凍ってる。確かに、まるで最悪に襲われたみたいに。氷の呪いか。魔法力とは違う力を感じる。この世界に満ちた力の正体は何だ。お、めっちゃ凍ってる。まずはスキャンしよう。さまよう少年、凍ってない人間がいる。少年は呆然としているが、話を聞くことができるだろうか。なるほど、まずは凍ってない少年、こいつか。ようやく凍ってない人がいた、よかった。それはこっちのセリフ。アレクサンドル、あなた旅の人。そう、人間が凍りついてるけど何があった。僕もそれを知りたい。朝から鉱山に入っていて、出てきたらこんなになっていた。鉱山に入る前はみんな普通だった。呪い、昔死んだ皇帝の呪い。いつの日かグレロンの住民全員心臓まで凍りつかせてやる。呪いの言葉を唱えて死んだ、あの皇帝の呪い。その呪いが今日発動した。なんで今日なの。まあ確かにね。それになんで君は凍ってないの。アレクサンドル、君が何かやらかしたんじゃないの。僕は何もしてない、何もわかんない。でも凍ってないのはこのマッチのおかげかも。おお、たかだかこんなマッチで氷が防げんのか。魔除けの明かりを灯すマッチ、鉱山に入るのにこれを持っていたから僕は凍らずに済んだのかも。それじゃこのマッチがあれば凍った人を溶かすこともできるかも。よし、一緒にやろう。君の仕事よく頑張ってってはい、一緒にやりましょう。この辺で猫を見なかった。僕は知らない。でも凍ってる人の中に猫を見た人がいるかもしれない。マッチ、凍りついたレイヤの救出。遺跡調査中に凍ってしまった調査員レイヤ、魔除けの明かりを灯すマッチで溶かすことはできるだろうか。はあ、ははあ、ここね。女の人か。おお、凍ってる。レイヤさんだ。アレクサンドル、落ち着いて。この人は君の知り合い。レイヤさんは調査隊の学者、素敵な人なんです。へえ、この人なら世界が凍りついた原因を知ってるかもしれない。マッチを使います。準備はいいですか。うん、まあいいや、使おう。おお、溶けた。大丈夫ですか。アレクサンドル、あなたが助けてくれたのにありがとう。当然のことをしただけですよ。でもよかった、レイヤさんが無事で。一体何が起こったのか。私はこの公衆浴場遺跡の公衆浴場遺跡の発掘責任者。いつものように発掘作業を行っていて、昼休みにしようと思ったら凍り始めていた。何が起きているのか理解はできないでいると、作業員の一人が凍りついたのを見つけた。私はそこへ走っていったけど動けなかった。私も凍り始めていた。恐怖を感じた。こんな風に人生が終わるなんて想像したこともないから。そして私は完全に凍った。凍ってる間どうなっていた。意識あったら地獄だよね。私は凍りつくと同時に夢を見た。私が発掘している公衆浴場の遺跡が建てられた当時の立派な姿をしていた。大勢の人で賑わっていた。人々はくつろぎながら何かを食べたりゲームに興じたりしていた。みんなが口々に最終工程の素晴らしさを称えていた。最終工程のおかげでこんな暮らしが楽しめるって。最終工程は民衆の支持を失って宮殿に閉じ込められた。そんな風に歴史書には記されているけど、それは本当か。大きな疑問が頭に浮かんだ時、氷が溶ける夢が氷が溶け夢から覚めた。あのまま凍り続けていたらきっと永遠の眠りについていた。でもどうやって私を助けることができた。マッチ、
見た感じはただのマッチ。何か秘密があるのか。詳しく調べてみたいけど、他の人を助けるのが先。マッチはあと7本しかない。誰かを助けるなんて僕には選べない。これは神があなたに与えた仕事。マッチがあと7本しかないこともきっと何か意味がある。自分の心を信じれば大丈夫。そちらの方もありがとうございました。旅の方ですか？そうです。こんな風に世界が凍りついてしまうなんて、何があったか全くわからん。私も手伝います。この世界に、聞きたいこともある。私に答えられることがあればお答えします。猫見ませんでした。目には見えないが存在する、そういうものを信じる人もいるわね。なんやねようわからん。マッチは残り7本、助けられるのもあと7人。選べってことか。おお、どっちか。凍りついたサンドリルの救出、マリオンの救出。ちょ、見るだけ見よう。サンドリヌ、なんかめっちゃ貴族っぽいな。サンドリヌさんじゃないですか。バルセイユの市長。自分の町にしか興味がない人。ちょっと待って、ちょっと考えるわ。もう一人、マリオン。ドボル市長、マリオンさん、市長は市民のためにが口癖。ちょっと説教臭いところはあるけど親切な人。なんかこっちの方がよくね。どうしよう、ちょっとこっち助けよう。あ、敵が出てきた。氷が魔物に。連携率150、全員生存、連携率 200%。 ここに行こう。特に何にも鍛えてないけど。この程度なら問題ないわ。ちょっと待って、なんかとりあえず呪縛をしよう。まひで、太陽光線だな。で、あとは連携取れないからな、残しておこう。呪縛、太陽光線。お、召喚か。げ、召喚と同時に攻撃できんのかよ。で、ちょっと待ってね、連携取りたいよな。あのカエルマジ邪魔だな。まあいいか、氷雪剣でこいつ先に倒すとこ。で、早打ちのインタラクト無理だな。威嚇これいける。全然連携取れないんだけど、この2人で連携取れるか。反応射撃って連携に組み込めんの。まあいいや、とりあえずやろう。まずは太陽光線ランクアップした。早っ、58。よし、インタラクト。遊ぶ時はみんな一緒よ。いいね、これまた。あ、違う違う、太陽光線持ってきてるからあれか。みんなで決めるわ。マヒタ、お、マヒタじゃん。いいねいいねいいね。さて、そうすると B を先に倒したい気もするよな。強襲機は B で、まあ、精密射撃で、ちょっともう一回あれだな、呪縛の太陽光線でいこう。あ、太陽光線も減ってんな。連携つながったからか。ってことはこいつ攻撃できる。アピールスラッシュ攻撃。よし、前に行けんな。よし、これでいこう。だいぶつながる。ついてこいよ。行くぜ。よし、スタート。お、いいねいいねいいね。おい、もう一回やるぞ。
そして連携150オーバードライブ。からの継承の継承で、これ全部つなげたいんだけど、精密射撃でいけるっしょ。切り払いで呪縛もやってくれるし、なんか威力の高い人がいいな。強襲機か、あ、強襲機ばってスタンする代わりに威力そんな高くねえわ、思ったほど。ダガンジョの方が高いけど、これチェイスだもんね。ハンマーボール研ぎ放つ、これどうなの、必中じゃ。なんだかったで強襲機場が一番強いわ。よし、ここで行こう。連携200いってほしいな。全部繋がるしだって。ゴーホーナッツ、ターン4、5、太陽光線 164% いくか。これ 20% 下がってくれれば186バンプ3呪縛 213%。 よし、 OK。 やり直しとは違うぜ。あとちょっと残ってるけど、倒せる。オーバードライブで、いや、まず強えな。うまくやっぱり連携つなげるのが肝だな。全員生存。アメちゃん、ポイントアップ。やれ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 だぜ。もっといい働きができるようになります。あ、スキルも上がるのか。なるほど。バッハ神剣が上がっている。火の帯同几帳面できたよ。やったね。よし、試練ランク連携 150% コンプリート、 200% コンプリート。釘のお守り、まあ、とりあえず助けた。魔物なんて初めて見た。この世界魔物は別に出てなかったんだ。皇帝の呪いと関係があるかもしれない。マリオ助けて、私は無実、死にたくない。アレクサンドル、あなたが助けてくれた。ああ、あれは夢だった、よかった。なんかひどい夢を見ていた。法廷にいた。最終法廷にクーデターを起こした一味だって。陪審員は私が有罪だって口々に叫んでいた。何人かは私の知り合いだった。裁判長は死刑って言って、私は叫んで、私は無実、弁護士を呼んで。でも裁判長は何も言わずに出て行って、係員に両側から腕を掴まれて引きずられていった。陪審たちは私のことを洗っていた。庭には穴が掘られていて、私はそこに突き落とされた。上から土が降ってきて、私は生き埋めにされそうになった。私は最終皇帝なんか知らない。千年前の皇帝なんか私は関係ないって何度も言った。土に埋まって息ができなくなったところで夢から覚めた。本当に怖かった。怖。少し休んだ方がいい。この辺で猫を見ませんでした。古の皇帝も猫が大好きだった。結局猫見つかってないな。マッチはあと6本。あ、でもサンドリーヌまだいけるっちゃいけんのか。え、どうしよう。こっちを見よう。戦闘はあるか。これ戦闘はなさそうだな。エリックさん、鉱山一筋労働者、みんなからの信頼が厚い。え、信頼が厚い人は助けよう。結局全部で何人いるかだよね、助けられるのが。何人見捨てなきゃいけないのか。それで俺かふざけんなという夢を見ていたのか。俺の首はポーンだったろうかな。あ、みんななんかやられる系の夢を見てるんだな。リアルで考えさせられるものだった。今でも鉱山では魔獣が出る。本当の原因は分かっていない。経験則でこういうことをすると魔獣が出やすいとか、そういうことが分かっているだけ。だから鉱山で安全対策の一つとして魔獣の発生を抑える装置を行っている。
それでも稀に出てしまう。鉱山長から交代で作業して24時間掘り続けろと命令されてね、そんなことをしたら魔獣がガンガン発生しますよと、一定時間作業を止めるのが魔獣対策としては一番鉱山の常識だが、鉱山長はそれでもやれの一点張り。理由を聞くと、最終工程から最重要鉱山の一つに指定された。最終工程のご指名じゃ仕方がないと俺も簡単に納得したよ。どうして夢の中に最終工程が出てきたのかは分からんし、俺が簡単に納得した理由も目が覚めてから考えると分からない。夢の中の俺はそうだった。だが結果は大変。鉱山の中は魔獣であふれた。死人や怪我人が大勢出て、それでも鉱山の採石量は増えたものだから、最終工程からお褒めの言葉があった。要は満足じゃ。そんな一言で片付けられたんじゃ、死んだ人間や手足を失った人間に対する責任はどうしてくれるんだって感じ。今でも政府や株主は最終工程みたいな注文してくる。鉱山を取り巻く環境は何も変わらないってことに改めて気づかされた。ともかく溶かしてくれてありがとう、アレクサンドル。猫を見ませんでした。鉱山には稀に魔獣が現れる。それのことかな。いや、普通の猫で十分です。マッチあと5本。いや、ちょっと待って、サンドリヌがそのままになってんな。農作業中。え、どうしよう、サンドリヌ救出してみる。一応これ一個ずつ進んでいくんだったらさ、なんか後の方の人が犠牲になるよね。自分の町にしか興味がない人。まあいいや、やってみよう。最悪戻せるし。現実に戻ってきちゃった。こいつはいい夢を見ていたのか。私は建築家。バルセイユの町の建築プランを最終工程に提案した。建物も広く高く、道幅もたっぷり、ゆとりあるな町並み。提案にいちいち傾いてくれて、私に任せるって言ってくれた。わかる、バルセイユの町を作ったのは実は私。いい夢。超絶イケメン。別に普通だな。犬派。いや、もう半分使ってしまった。これどうする、戻すべき。犬派だよ。だってまあ見れたからね。あれでもさ、これさ、やらないってとこまで戻れんの。ちょ、いや、あ、そっか、溶かしますかのとこまで戻れるか。ギオムかエスペランス。鉱山員か。だって一人ずつしか増えていかないからね。お金持ち、みんなに怖がられています。ちょっと考えよう。なんかいい人ばっかりやってるよね。ギオーム、これといい人そうじゃん。でも金持ちだったら金もらえないかな。収穫の時期には大勢の人が農場で働く。あ、救おう、もうとにかく救っていこう。あ、敵だ。ちょっと準備しよう。火の帯同、術威力プラス 1% って、どうなの。状態異常耐性の方がいい気がするけどな。麻痺プラス50でも麻痺使ってくれるやつ、てかさ、5行しょぼくね。だってバッハ神の15221だよ。だってアビア7121219だよ。全然違くね。しょぼすぎだろ。だ、加藤くん魔法使えないんだ。5行ないんだけど。ちょっとアメリアだいぶ強いな。強く55あるし。まあいいや、行こう。これでバトルスタート。棒のね、銃を1段階鍛えました。また変えるか。パターンも同じでいこう。この程度なら問題ないわ。まずは重爆で巻き出せる。で太陽光線、あとは1段目は OK。 2ターン目に全力を尽くす、まあ、実はそんな感じだよね。で召喚されて、
ってぶん殴られて攻撃してくるかな、マジでこいつら。さあウェルカムになってる、また召喚されるか、ちょっと地上奏者でウェルカムダンス、やっぱそうだな。で切り払い、強襲機がこれスターにいけるよね、これ全部繋がってるよね、しかも OK 1,2,3,4,5,6,7 マス、そう6マス連携がなんか先生の試練であるって。よし、まあ、来た。連携周囲6マス範囲がバンプだけか、まあ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 引いたら別にいいや。さあここから私を信じてオーバードライブ、おランクアップした2連携ちょっと弱いぞ、おおいいねいいねいいね、あれさらにもうようわからんオーバードライブオーバードライブなんだけど、これじゃあさ敵を攻撃させる前に倒すっていうのができるじゃん、とあと2体内撃破、あ2体内撃破ではないか、もう術で一旦唱えてるから、じゃああとはもう適当にもうみんなでぶん殴って、放題やっていいっていうこと、周囲に誰もいないと余力を振り絞り自分一人で連続攻撃を見舞うことができる、これは左右に2マスに誰もいない、独断場と呼ぶ、中心に左右2マス誰もいない、端にいる時とかできないよ、楽勝だよな、まあ、楽勝ではあったな、みたいだとでも溜めができるからな、術のコピーだから成長もできるよ、え、そういうこと、もうバッハ神様は成長しないってこと、てかバッハ神使えるのすごいよね、まあ、熱いっちゃ熱い、溶けろ、心臓が止まるかと思った、こんなに嫌な汗をかいたのは久しぶり、君が溶かしてくれたんでありがとう、ギヨームさんも夢を見た、あんまり思い出したくないが、まあ夢は夢だからね、戦争が始まってとにかく大量の食料が必要になった、最終工程から穀物を納入するように指示があった、誰よりも高値で買い取ってくれるいいお客だが、異常気象で気温が上がらない、作物がいつまでたっても育たない、納期までに納入できなければ最悪の場合死刑、そしてついに納期当日、役人が俺の家のドアをノックした、心臓が止まりそうだった、俺は穀物倉庫に役人を案内した、俺は願った、これは夢だから倉庫には穀物が山積みになっているはずだなって言ってくれ、空っぽの倉庫を見た瞬間幸運なことに目が覚めた、俺は溶かしてもらった助かったよ、夢の中で死んでるとこだった、これ夢の中で死ぬと多分死ぬんじゃないか、みんな猫はたくさん飼っている、ネズミよけに小鳥よけ大変役に立ってる、言ってもさ肝心な魔力猫の情報にはならないな、マッチはあと3本、ちょっと待って、ロマンの救出、調査隊員、ロープウェイ、教会、中から危険な気配がする、戦闘か、これがロープウェイ、どうしよう、だってこれで多分終わんないよね、誰を溶かすべきか、これはあれか、金持ちくんか、ん？どこだ、下のロープウェイをどうやって行けばいいんだ、マジでわからん、あ、ちょっと下は調査遺跡か、どっから行くのこれ、こっちから回っていくとか、いや行けねえわ、
ガチでわからん。いや、でもこういうところにこそ、あ、これこっから行くのかな、ロープウェイで。よし、ロープウェイ小屋に入ろう。危険な気配を感じるって言ってるけど、影かかってる。なんとかしてドアを開けられないか。魔法だけちょう。どうだ、何かいる。普通にモンスターだったな。楽勝になってるけどね。いや、強そうだぞ。しかもさ、連携になってんだけど、ちょっと援護射撃、援護射撃ここに入れてもさ、結局誰かの援護をした時にあれだよな。で、私のちゃんはちょっと誰かで、なんとなくだけど、こいつ怖っ、呪縛しておこう。調風とかやっておくのありかもしれないけど、防御しとこう。インタラクト強っ。ガードガード、吠える。吠えるって何。どうやるべきだこれ。ちょっと今回ダガー城で入り込めんな。これ突進、こいつをなんとなく倒しておきたいかな。で、太陽光線をやっておくか。やっぱり敵が多いとちょっと大変だな。 BP 管理が何か上がった、スライスが上がったのか。チェイスして太陽光線やって毒食ってバンプされて起爆。よし、まひらしたっていうか倒した。毒気厄介だよな。で、噛みつきは早いのか。めっちゃインタラクトされそうなんだけど、リザーブ解除しておこう。つなげたいよね、攻撃からのバミリオンサンザー無理だな。やっぱり麻痺、麻痺強い。みんなで遊ぼう。解除、よし、火力は高い。痛い、めっちゃ食らうんだけど。死んだ。あ、であれ、これ基本的にね、戦闘中にヒットポイント回復できないみたい。もう倒すか倒されるか。ちょっと待って、これあの独壇場になっても困るっちゃ困るけど、独壇場にはならないか。チェイスしよう。結構厄介だからな。で、こっから炎症2ターンはちょっとさすがにだもんな。連携つなげるか。3段で強撃、2回くらいならしょうがない。でも加藤が生き残ればなんとかなっしょ。チェイスウィーク、勝ち上げミス。このまま押し切る。で、呪縛を巻き出せて倒して、これ重視の力。全員生存はちょっとできなかったけど、範囲6マス完成。ダメだ、やられた。いや、お前頑張った。シャキン精霊石、精
精霊石重要だからな、武器鍛えるのに。闇の中に魔物が救う、ここはそんな世界。魔物が出るなんて呪いのせい。この小屋はまだ平和じゃない。マジで電線切ってもヒットポイントは全開になってるはずだからね。楽勝。本当かよ。なんか結構怪しいんだけど、楽勝具合がわからん。瞬殺っていう感じではないからね。キャラットされそう。なんか一番先頭のやつだから、それも呪縛だよ。え、まひさせよ。ってことは攻撃はしないが基地だよね。太陽光線で終わり。敵の最後のやつを防御してるからな。バッファイン、え、全体攻撃そんなに食らわなかったけど。 OKOKOK 魔法を貯めて終わったな。でここでちょっとなんとかしたいよね。一番後ろのやつがあれか、ちょっとリザーブしておくか。だから一番後ろ狙い、こいつ前に出たい。アピールスラッシュ、これで5連携。最初のリリスの攻撃を食らうのはしょうがない。みたいです。3、4、5、リザーブ回復。よし、マヒタ倒した。いや、あんま強くなかったわ。やり直しとは違うぜ。確かになんか楽勝っちゃ楽勝だな。これが俺の個性か。強い強い強い。行動前に倒す。全員生存完了。もっと働きます。そうだ、お前体力で精霊石、鉄鉱石の手に入れた。これやっぱ防具鍛えるよりは武器鍛えていきたいよな。大丈夫みたい。ロープウェイを壊そう。スキー場や谷の下まで降りられる。どこまで行きますか。おお、すげえすげえ、渓谷まで行こう。ここはだからマッチまだ使ってないんだよ。でこいつを助けよう。苦労してきたところだ。助ける価値はあるはず。なんかあんま助けてない。賢者のようなご老人。よし、助けよう。あんま賢者って感じはしないけどね。また魔物か。賢者を助けるのにバトルないんだ普通。エドマ、エドマって、あのカエルちゃんか。カエルちゃんは召喚してくるからね。そうだよね。ってことはまあスパンはできないしな。もう1やればスタン狙って地上走者やっての栄翔、栄翔でいけるんだけど、太陽光線がな、1で栄翔できれば全然いいんだけど。いや、呪縛マジでいい。呪縛頼みだよ。あれ、ちょっと待って、あ、大丈夫か。独壇場になっちゃうかと思ったけど、それはないな。独壇場を狙えるときはちょっと狙っていきたいよ。ちょっとぶん殴ってくれ。カエルコンボ、ミスミス。よしよしよし。なんか微妙な位置取りになったな。どうしよう。こいつどうせまひるから一旦ほっとこう。
猫引っかき、あと残ってんの2か、攻撃で全部つながるよね。よし、これでいこう。どうだ、スタンしろ。しないか、激痛。これあれか、え、もう一体呼んでくる、最悪。太陽、ネク、攻撃、呪縛、よし、スタート。しょうがない。で、激痛はあれか、え、どうする、電光射撃にしとく。じゃあ攻撃に援護射撃をして、チェイス、チェイス援護射撃みたいな感じで、太陽光線で残り1をもう一回呪縛で、こっち変えるにしとこう、ダブル呪縛。まず激痛食らっちゃいます。いってで、チェイスからの援護射撃にならないかな、そういう感じにはならない、ちょっといまいちわからん。で、あいつが激痛だから、地上走者でスタンさせたいで、ロロちゃん攻撃しとこう。強襲牙つながるね、ガチスタン狙いで、3残りだから結構いつ、いけ、スタンしろ。バンプ、バンプになったのか、誰か、いや、スタンしない。でもう一回やっといて、やっとく、僕きつい。みんなで遊ぼう。やっぱり箱はめちゃくちゃダメージ来るな。うわ、からのなんか最悪独壇場がいけんじゃね、作っつけといて、精密射撃、他も攻撃に入ろう。気合い強撃、このかっこいい剣もさ、かっこいい剣は多分弱いんだよな。私が守る。で、こいつちょっと下げたいんだよな。下がる下がる、ダガージョが下がるわ、チェイスで。てか、チェイスしなきゃ。私が守る。なんてね。なので、三段をぶっ放しまくる。これ独断場になるじゃん。あの三人で倒さなきゃいけない。私が先陣を切りましょう。150は超えたけど、オーバードライブが発動するかは死んだ。毒で、いや、こいつも死んだわ。毒、私はバッハ神よ。毒なんじゃ、とっておき見せてあげちゃうかの。超強の発動するんだ。楽勝ではない、マジで楽勝ではない。まあでももうこれで終わりでしょう。三段強いな。確実に決めるからね。負けちゃうかと思った。いや、それはさすがにないけど、まあ普通だったか、多分しつけ玉すごいでしょ。まあヒットポイント喧嘩、ロールの装備薬が増えた。お、いいねいいねいいね、これはいいぞ。お、銃が上がった。あっ、杖も上がるわ。魔法唱えてるからか、目くらまし。てか仲間はもうずっとこれかな、こいつは。アレクサンドル、君なのか。夢を見たんですね、ロマンさんも。話が早くなってってる。
夢に教会が出てきた。今は廃墟だが美しい姿。私は教会に押し寄せた群衆の一人だった。群衆は教会に蓄えられた金銀財宝を渡すように要求した。当然教会側はそんなものないと言ったよ。だが教会が最終皇帝に祝福を与えていたのは皆が知っていた。最終皇帝が多額の寄付を教会に与えていたのも、税が免除されていたのも皆が知っていた。最終皇帝は幽閉された。皆が遠慮しなくていいことを知っていた。略奪が始まった。私もその一員だった。夢の中といえ私は罪を犯した。いくつもの罪を犯した。私は罪人だ。だから私は凍らされたのだ。そして溶かされた。私は許されたのか、アレクサンドル。そんなこと僕には分からない。僕はただ溶かしただけだから。そうだよな、夢の中の話なんて知るか。さまざまな種類の猫は存在する。だが私には関係ない話だ。ひどい。マッチあと2本。え、でもなんかちょうどあと2本。でも一人だけ助けられない人が出るか。このままだと、もし増えてったんだったらね。どこまで行くか。スキー場の入り口、これってどこ。あ、ここにもなんか扉がある。あ、これこっから行けってことか。イエーイ、登れない。スキーヤーのモルガン、いや、せっかく来たんだ、助けてやろう。モルガンだ。トッププロスキーヤー。スポーツマンってだけじゃなくていろんな活動で社会に貢献している。スコー。私生きてる。でもみんな死んでしまった。それは夢だ。凍りついて動けなくなって君が溶かしてくれた。え、銃持ってる。夢の中の私は最終皇帝が編成した帝国山岳部隊の兵士の一人。銃を抱えてスキーで滑り降りていく。なんだか爽快だった。でもすぐに戦闘になった。スキー仲間が次々に倒れ、白い雪が真っ赤に染まった。戦っている相手もいつも大会でタイムを競うライバルたち。涙が溢れて前が見えなくなった時、私も撃たれて倒れた。そして目が覚めた。最終皇帝の個人的な野心のために大勢の人が犠牲になった。二度と同じことを起こしてはいけない。猫は？スキー場で猫は見ない。まあそりゃそうだろう。あと一本。ああ、やはり一人ダメか。木こり。一応上まで登るか。じゃあ山頂まで。あの金持ちちゃん見殺しにするのか。これか。うわ、ビルジルさんも凍ってしまっている。見ての通りがっしりした力持ちの山男。悪い人はない。子供たちには恐れられている。でもまあツンデレっぽいところはあるからいいんじゃないの。溶かしてあげよう。お願いですからもう勘弁してください。夢を見ていた。凍りついたらすぐ眠くなって、なぜか俺学校にいた。周りみんな子供、大人は俺だけ。先生が今からテストをします。配られた問題が全然わからない。もう頭の中は真っ白。そしたら終わりましたとか言ってる子供がいる。そうだよ、お前だよ、アレクサンドル。得意げな顔で教室を出て行った。それから次々と小僧どもが終わっていく。とうとう教室に残っているのは俺と先生だけになった。先生は怖い顔で睨んでいる。最終皇帝陛下が国民全員のために学校を作ってくれたのに全然勉強しない悪い子供がいる。俺は子供じゃないって言っても聞いてくれない。一生懸命働くからって言っても聞いてくれない。勉強しないと立派な国民にはなりません。立派な国民になんかなれなくたっていいから。言ったら先生が激怒して問題がさらに増えた。それは大変な夢。勉強した方がいいよ。できるやつはすぐそう言うんだ。お前もあの先生と同じ最終工程の手先だ。俺を騙そうったってそうはいかんぞ。
え、ちょっと待ってこれ巻き戻してもいいんじゃね。猫なんてそこで受けてもいいだろう。でも巻き戻すのめんどくさいからいいや。マッチがなくなってしまった。もう誰も助けられない。そろそろ猫探しに行こうか。え、ちょっと待って、もう諦めていいよ。本当に諦めるの、アレクサンドル。何もできない。最終工程って何者なのか。名前の通り最後の皇帝。崩壊しかかっていた帝国に最後の輝きを与えた皇帝とも言われている。民衆の反乱で宮殿に幽閉され帝国は滅びた。その宮殿、あれ、宮殿行ってみよう。最終皇帝が凍りついた人々を溶かす鍵を握ってるに違いない。希望捨てちゃいけないよね。ごめんなさい。最後まで諦めずに頑張るよ。では行ってみるか。ピースが必要なんだ結局ここで。近っリクトグラムイベント。あ、なるほどね。持ってないよ。鍵みたいなものか、リクトグラムが。呪いがかかっている。呪いを信じてるんじゃないでしょうね。だってみんな凍った。それに実際入れない。門は開かない。壁を乗り越えられそうに見えるけど無理。見えない壁がある。結界で封じられている。門に封印みたいなのが施されている。見えない力が存在する。この国の人間はみんな知っている。だから最終皇帝の呪いも本当に存在するんじゃないかって心のどこかで不安に感じていた。余計に最終皇帝の謎を明らかにしないと、今の私の魔力では解除できない。調査隊の人たちなら最終皇帝のことに詳しい。話を聞いてみよう。レイヤ、なるほど。これで溶かした人かなんか関係してくるのかな。まあ、まずはレイヤちゃん。最終皇帝の宮殿のゲートの開き方。宮殿には入れない。私たちも中に入って調べたいけど入れない。ゲートに封印された。解くヒント。あなたただの旅行者じゃありませんね。ゲートを見ただけで封印を見抜いたり。そういうことが専門。まだ見習い。わかりました。私たちもよくわからない。見えない力を操る技術も知識も失われてしまっている。わかっているのはゲートの封印はバラバラにされ捨てられた。バラバラに捨てられたにしてはかなりのパーツがはめ込まれていた。最終皇帝の信奉者たちが長い時間をかけてあそこまで封印を集めた。それも数百年前の話。結局全ては時の流れの中で忘れ去られた。今回の遺跡発掘で残りのパーツが見つかったりしないかと淡い期待を持っていた。最終皇帝の信奉者ではないけどあの宮殿には興味がある。パーツがどこかにあるかもしれない。それだけでも十分です。探索してみましょうと。何？スキャンしよう。何個かあるね。教会、公衆浴場、炭鉱。あ、敵がいっぱいいる。普通。でもまあなんか近場から行ってみる。とりあえず。浴場の遺跡。特別なものはない。ロングブーツ、ありがとうございます。あー、ここか。行こう。この鉱山に昔の遺物が眠ってたりはしないか。この鉱山は帝国時代から採掘が続いているからどこかに忘れられたお宝が眠っていてもおかしくはない。そういう場所には魔獣が出やすい。危険だぞ。危ないところに近づかないようにするよ。ちょっと危険でも古い行動を探すしかない。頼りにしてるよ。おう、魔物。何か鍛えたい気がするな。
よし、火力のツバイを鍛えよう。加藤君、からの鉄鉱石があればさらに強いのが作れるけど一個足んねえ。まあいいや。敵がいっぱいな。しかも一人ハテナハテナハテナになっているしな。水上解除だけ打っておく。いや結局行動しなければ変わんないからな。この程度なら問題ないわ。なのでいつもの呪縛でこいつで太陽光線で、あ、岩がある。こいつで、じゃあさ、これさ割り込めないか。さすがに無理か。まあ、こうだな。岩越えとこう。1、2、3人攻撃されてくるか。ガード壊せねえ。いや、バフされてけど、やっぱバッハ結構食らうな。でも岩は壊しておきたいよね。早打ち、え、早打ちってインタラプト。で、ヒッカキの、今のうちに岩破壊しとこう。で、アピールスラッシュで連携を取ろう。連携取られるけどしょうがない。イントラプト、ほらガドか。イントラプト取るとかなり強いな。加藤死ぬ。うちの主力なのに。こっち一旦巻き出しといて、で岩倒して、太陽光線やって、挑発してガードして、やばい。せっかく鍛えた加藤君で、あいつはもう麻痺してるから、で、いやでも連携かけとくか。地上走者で、やっぱ麻痺だな。麻痺した時はスタンだな。強襲騎馬、もうとにかくスタンをかける。で呪縛でこっちにしようからの太陽光線で、麻痺ってないやつ、麻痺ってるうちに倒すっていうのもやっぱあるよな。で、加藤ちょっときついよな。ちょっときついからガードしとこう。ヘイトも今来てるはずだし、ついてこいよ。で、これでうまくスタンしてくれれば、ウィークウィーク倒したわ。もう一回だ。で、オーバードライブ、誰狙い、あいつ狙いか。で、呪縛で、あ、違う、呪縛は今霊障中か。なのでリザーブを解除する必要はないから、反応射撃とか1か。インタラプトちょっとやっとこう。やってみよう。で、いや待って、攻撃した方が連携がつながるかな。地上でこいつらの先にスタン取れそうなやつ、で、加藤君痛いです。むちゃくちゃ食らったわ。まひれ、よし
156とか強いよ。やっぱりやり直しとは違うぜ。ほら行け、決めちゃえ。これで倒せるでしょ。僕の手を煩わせるなよ。オッケーオッケーオッケー。必ず死者が出るけど、まあしゃあないね。石くずなんか光ってるよ。レアな石くずなのに強くなるのか。技術力が新しい何かが生み出せるの。秘めた闘志の概念。え、何それ。新しいスキルみたいなものかな。でもスキルはロールみたいなものだからね、異物が見つかるかもしれない。これ異物なんじゃない。あった。他のところも行ってみよう。では教会、教会ってめっちゃ下だっけ。渓谷まで降りる。あ、そういえば雪だいぶ溶けてんな、いつの間にか。アレクサンドル君、宮殿のゲートを開けるつもりなの。そうです、宮殿に何があるのか確かめるかもし、確かめるしかない。そのために行きます。教会の遺跡、この落書き、封印に似てる。アレクサンドル読めますか。教会を凍りつけ。教会にはそれだけの力があった。凍らせたいほど憎まれていた。そして敵が出た。バトルは普通。よし、このまま行こう。ん、なんかいるな。しかもみんなハテナハテナハテナだな。ってことはここはおとなしくしておこう。バルキリー、間違えた。太陽光線のどうしようかな。こっちにやっておこう。本当の試練はこんなものではない。で、呪縛をバルキリーにやっとこう。間違えた。一旦目はおとなしくする。太陽光線ガード、スパイスが下がった。よし、 OK。 いや、三連携がつながってるやんけ。ちょっと全然出れねえし、しかも前に。じゃあこっちはこっちで連携かけるか。 C、 いや B を倒そう。こっち3連携つながるとチェイスでなんとかできないかな。こいつチェイスして連携を妨げられないかな。試してみよう。いや、連携つながったわ、普通に。負担した、しかも。あ、で、チェイスは一応したのか。ここで連携防いでるよ。防いではないな。結局連携にはなっちゃってるもんな。まあ、とりあえず、まひれ、お前は。いや、まひらない。耐性があったか。で、いや、ここつなげたくはないな。ってことは、精密射撃だな、やっぱり。空圧波、なんか危険だ。強襲機が、どうする、バミリオンサンズ撃ってみる。よし、これ行こう。2段かかるけど。空圧波いった。しかもバンプされて連携につながったんだけど、からの
オーバードライブ作りました。いや死ぬぞこれ。お、なんか、あ、ダメだ、教習機能ミスってる。ほらほら頑張って。ちょっとまずいな。強風アメイヤ、無理するな。足手まといの使い魔に価値はないぞ。で、ディフレクトかけよう。 PP が残ってます、別にいいよ。バミニオさん69ガード。バミニオさんで戦況打開できないかな、多分。教習騎馬で、いやこいつ生きてるかすら怪しいからな。もう大丈夫ですこれで。あとはどれだけ生き残れるか。あ、死んだ死んだ。そしてオーバードライブ、死んだ。いや全滅したわ。初期連携率って何なの？強くないか。バルキリーまひらないから、やっぱあの魔獣から先にまひらせるか。どうやって遊んでくれるのかな。投げ払うができる。いやそれかも、いきなりバンディオンサンズを打って終わりにしよう。ガードガード、バミニオンサンズで、あいつがハテナハテナハテナになってるから、連携をやっぱりさせたくないんで、舐め切る。リフレクト3も使うんだよな。連携つなげとかないときついよな。インタラップされてもな。調布もうガンガン行こう。ガンガン全体攻撃。今回の趣旨は投げ払うガード。よし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 、回避してもらって、でこっからが勝負だ。精密射撃をちょっとリザーブして、でこいつも前に出よう。アピールスラッシュで流し切り使ってきてんな。こいつも前に出れる。あ、前に出れんな。強襲騎馬でスタンを狙う。流し切りの、よし、ここが勝負だ。ゴホーナラスト勝負の際と見た。まずリザーブ解除からのバミリオンサンズ。強い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 。まあ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 だな。あ、倒したか。でもお、いいね、バンプさせて。やり直しとは違うぜ。これは何。あ、切り。よしよしよし、みたいに倒した。強風流し切り痛いです。さて、あいつが独壇場になるな。そうすると強撃、1,2,3,4 よし、独壇場しよう。なので切りでいいや。こういう時切りよりなんか銃の方が良くないか。かっこいいけどね、この武器。切りって感じではないかな。あ、でも銃2人持っててもな。こういう時こそ慎重にだ。よし、こっち行こう。ガッタッタッタ、先に参ります。あれ、連携入っちゃった。1,2,3,4 繋がっちゃってるかってことか。まあまあまあ全然いいわ。調布ガード悲しい。
ただこのターンで終わらせる。私が守る。三段なんてね。気合い。前に出てくれ。あ、前に出てこれんじゃん。でこいつはアピールサッシュ。ダメだ。これは加藤くんまで繋がんないよね。ぶち抜いたな。ほら、三段強えな普通。奥の手だ。いやーもう全然バトルの内容が変わるな。自然銀手に入れた。金の結晶とか。強いてバーミリオンさん、調風はやんなくていいな。火覚えたとしても。これ異物じゃないかな。ゲットした。封印が解けるはず。よし行こう。さあ封印を解きましょう。でパズル、またパズル。ん？何かが足りない。ちょっと待って。凍ってるんだったら溶かせばいい。マッチはもうない。溶かす、溶かす印。冴えてるよ。溶かす印を知ってるの？私には馴染みのない。ちょっと待って。図書館行けって。え、どっちだどっち。バルセイユ、ドボルシ。敵がいるな。だって市長、あでも両方ともあれか、溶かしたか。よし戦おう戦おう。とにかくドボルに何の用かしら。図書館で調べたい。勉強熱心。錬金術大全が詳しい。危険。重要なページは守護獣が配置されていって秘密を守っている。調査隊のレイヤーも諦めた。なんだかんだで、ね、魔物いっぱいいんじゃねえかよ。頑丈な部屋を用意するわ。頑張ってって。これか。強い力を感じる。なるほど、開くと魔物が出てくるっていうパターンね。来た。ちょっと強化しよう。ローブが術師のローブにできるね。結構上がるな。これちょっと鍛えよう。アメイヤちゃん、で術師のローブも、あ一応鍛えられるんだ。指揮者のローブ、あ2つ作れんな。知力5も上がるんだ。え結構いいかもしんない。なんか結局知力が上がるってことは火力が上がることになるかもしんないから、ちょっとアメイヤを強化していこう。で指揮者のロックが3位先いける。全然足りんわ。ゼラチンとか必要だ。あこっちはフラワーローブ。なるほどね。あとりあえずこれでいいや。ちょっと武器がなかなか難しい。鍛えるのが。では恒例の、あいつは防御だからバーミリオンサンズで岩破壊できるよ、ね、多分この程度なら問題ないわ。よしバーミリオンサンズ199敵全体で、バッハちゃんがな、これ太陽光線1で撃てるようになると全然いいんだけどな。なので噛みつき、よしこれ間に入れんな。岩に噛みつこう。痛そう。牙が折れるぞ。あブラッドフリーズをやってんのか。
か26であれだけ減るんだったら普通にバーミリオンサンズで何とかなんだ。あいつバーミリオンサンズを唱えようとしているこいつ。でも2ターンかかるからな。みんなあれか、魔法系か。この B をとりあえずなんとかしよう。50もクラックガードして50かよ。いやバーミリオン食らいたくない。2ターンかかるとはいえバーミリオンブラッド、あいつは炎症中だから こいつだな。狙うわ。スタンさせたい、まあ、倒せばなんだ。ちょっと待って、強襲決めると離れんな。ちょっと待って、噛みつくとダメじゃん。もうここは連携でしょ。三段も打とう。よし、これでいく。で B を倒して余ったら C とか A とかにも攻撃が入るから、まずは B を止める。5連携で B。 バーフィリオンサンド無駄になったな。もう1回だ。よしよしよし、これでどうなる。太陽光線くな。よし、1倒した。あ、OK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  で、バーミリオンさんともう1ターンかかるからこのターンでしまいだな。このまま終わらせるわ。そうだね、普通に行こう。強撃で、ここはもう2人で連携でお願いします。ぶち抜いたな。私で十分強く。おお、石くず。てかあれか、岩壊して石くず手に入れたのか。おっ、だいぶ上がった。いいねいいねいいね。アタッカー、てかディフェンダーなのかアタッカーなのかよくわかんねえな。加藤君どっちもこなせるってことか。溶かす印、異物の数が少し足りない。え、もう一掘りすんの。いっぱい出てきた。監視塔、モルガンの招き、何か話がある。イノシシ、今季の収穫は望めそうにない。頑張ろう、楽勝になってるしね。じゃあちょっと一個ずつやっていきますか。はい。てかなんか近場から行って良さそうな気はするんだけどな。一番近いところここ行こう。ギオームの畑、イノシシ武者戦おう。魔獣だ、魔獣が現れた。畑がめちゃくちゃにされる。最終工程の呪いと関係あるのかな。わからないけど放っておけない。でちょっとバトル準備で陣形を変えよう。これ技か。陣形選択でなんかちょっと見てたらね、これ良さそうなんだよね。1番のリザーブ技コストマイナス1で、2番の術コストマイナス1、攻撃力アップで、 BP は毎ターン1されて、でただ3番4番5番は防御をすると次のターンに BP が下がるんじゃないかなって思う。ということでこれでどうやって変えるんだ。2番バッハシンにして、でボーちゃんは1番。これでいこう。
ポートメンバー多分誰もいらんないよね、ちょっと人不足で。これで戦おう。で敵が3体いるよね。3体いるときはもうバーミリオン3ぞぶっ放そう。でからの太陽光線でプラスして3人は3人じゃないか2人か防御体制に入るのはあのマイナスになるとね BP が。インタラプト技をちょっとやってもよかったかもしれない。そういやスタンしちゃった。バッめっちゃ食らったな。で早打ちインタラプトになってるような反応射撃で殴れるやつは殴っていくか。氷石剣で猫ひ、いや強襲騎馬でこいつをスタンさせたいな。これでどうだろうか。インタラプト、あれなんか連携つながっちゃないでもほら連携を後押ししてしまった。スタン、よし、まあ、ガードされたけどいいよ。太陽光線、おおいいね、強い。さてここでバーミリオンサンズ発動するから精密射撃でヒットポイントの高いやつを狙おう。で噛みつきで前に来れるよね。この B 狙って後ろに行こう。あーでも連携になっちゃうのか。で B のこいつ前に出れない。ダメか、ちょっと太陽光線でいいやじゃん。みんなで決めるわ。よし行け、バーミリオンさん。まあ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 か、死に役いったな。これでさらにオーバードライブ。バーミリオンさん強っ。魔法いたぜ。オーケーオーケーオーケー。加藤君、氷彫刻家、氷の彫刻家か。お、金の流星。ロールもちょっとあれ連戦か、強敵になってんな。まあいいや、このまま行こう。バーミリオンサンズさえ発動できればって思うけど、でもどうなん、敵2体だからな。あだったらブラッドフリーズ2回っていうか自爆やってもいいよね。どっちがいったこれ。こいつ自爆効くか。で早打ちインタラプト、早打ちにしようからの太陽光線を。じゃあ今度はこっち。これは危険な敵です。マジか。あそうだよな、ちょっとガードしよう。ミスよし、オッケーオッケーオッケー。インタラプトガードか、まあ、スタンしたけどしょうがない。さあこっからちょっと待って、だいぶあれだな。まあいいや、こいつスタンできねえかな。で繋がってるっちゃ繋がってんだよな。強襲騎馬でこいつを倒すか。で強撃、よしこれで敵の攻撃さえ耐えればなんとかなるはず。というかスタンさせてくれ。ダメだ、完全ミスだこれ。1回ミスるともう全ミスするからな。いやめっちゃ食らう。
呪縛ミスで、ミスじゃねえや、マジでミスってどうすんやん。107異世界で新たな技か、まあまあまあ、これはフルカッシュ強い。私を信じて。さらにそこからオーバードライブ、グラッドフリーズからの太陽光線殴れ。結構やっぱ強いな。地上走者のこれはもう攻撃でいこう。精密のでこいつも霧の切り払いしかできない。あ、ガードするのあれだったかな。加藤くん4連携でなんとかしてもらう。これでオーバードライブがガードされてる。いやーめちゃくちゃガードされてんな。やり直しとは違うぜ。いやどんくらい減らせられる。ウィークガード痛い。いやもうここで決めでしょ。もうこれは決めだな。強襲機は、あ、ちょっと待って、これあれだな、独壇場狙いんな。猫引っかき、よし、これで独壇場行こう。 BP が残っています。これ多分全 BP のはずなんだ。僕が主役か。悪くないね。なんかいろいろあって、猫神強襲ダガーボール、ダガージョでしょ。で最後にポン。お、いいね。弱点属性で倒す。まあまあまあなんとかなったな。虫の甲羅、魔獣の牙、あ、鉄鉱石手に入った。コピーだから成長。よし、でもっといい働きができるようになります。そうだな、お前もっと頑張れ。やれやれ。うん、運動性。おー、めちゃくちゃ上がった。几帳面、まあ実るある戦いではあった気がする。また君に助けられた。助けたのは私。風車小屋の中のものを使ってくれ。お宝が眠ってたりしないかな。小麦粉しかありません。羽帽子、なるほどね。で、あとスキー場のところが1個あるな。ビルジルの頼み事、こいつはオノマンか。ビルジルさん、調子はどうでしょうか。後遺症とかありませんでしょうか。凍らされたのは何でもないけど夢が気になる。凍らされる前にあちこちで薪を切ってそのままになっている。あ、場所が思い出せない。仕方ないからもう一回切るしかないと思ってた。でも僕が探してきます。薪を集めてくればいいんだな。やってくれるか、アレクサンドル。任せてください。どうして薪集めを引き受けたのか。異物に関係してるんでしょ。そうなの。確かにそうねって、なんでだよ。じゃあ探すか。これか、薪。薪を拾う。薪一つ目、結構重そう。え、巻き残り4つ。これさ、イベント進めると消えそうな気がするんだよな。あれ、 この巻きは違うの。巻き小屋の巻きか。あ、これ巻きでしょ。ん、ちょっと待って待って待って、残り3つ。これひたすらちょっと探索して集めなきゃいけないのか。でもあと2つだぞ。絶対スキー場の方にあるよね、1個。見当たらん。ちょっとスキー場降りよう。
おお、あった、巻き、やっぱりな。これで全部集めたか。山小屋まで帰ろう。よし、持ってきたぞ。全部集めたか、すごいな。俺に山小屋の中のものを適当に持っていってくれ。投げやりすぎる。適当すぎだろ。山小屋ってどれ？これもう一回入るのか。ヒノキ。なんかああみたいな感じになってる。薪すごく重かったです。んでもヒノキは手に入れたからな。まあいいや、とりあえずここ行こう。監視塔。監視塔の遺跡。ここの落書き、なんか書いてある。またアレクサンドル読めますか。覗き見野郎、こっち前。宮殿の人が書いた。最終工程の落書きだったりして。敵。楽勝にはなってんだ。楽勝1回。うわ、変なやつがいる。さて、3体いるときはもうバーミリオンサンズだな。で、ガードガード。確実に倒。まあ、本来だったら、アメニアちゃんもガードしておくとあれなんだけど、まあただ、バミリオンサンズの栄翔には入っておきたいからな。こいつがあれか、連携に入るな。まあしょうがない。ちょっと1段目は耐えだ、耐え。ダメ、着陸痛い。バンプして後ろに飛ばされればよかったよな。ツツ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 ツリザーブは解除しておくか。で、こいつはディフレクトしておこう、アメイヤちゃんを。で、ガードだな。バーミリオンサンズで。あぶね、やっといてよかった。あ、てかあれか、全体攻撃だったのか。普通にミスってるし。てきた。リフレクト、レベルアップ。ああ、結構鬱陶しい感じだな。よし、ここで全てを決めよう。インタラプトされてんな。まあ、でも精密射撃でこいつのインタラプト外して、強襲騎馬か、ハンマーボール解き放つ。強襲騎馬で、こいつ加藤君前に来れない。アピールスラッシュでいけるか。これってまた太陽光線かな。じゃあさすがにモーリーターンはちょっとって感じだしな。やばいやばいやばい。しかしこのバーミリオン3体入れば4連携いけば多分もうオーバードライブはいけると思うんだよね。倒した倒した。激もからのあと1体。強襲精密スラッシュ、ランクアップ。重視の力。体力ヒットポイント。加藤君自己防衛。さあ、そして新しい試練も追加。弱点属性で倒す。プロテクト成功。まあ、術はもう本当に
五行を鍛えていくしかないのかな。お、異物じゃないかな。ゲット。もう少し異物が必要で、じゃああと下か、ロープウェイ乗っていくか。でスキー場にあったから、その薪拾い来た時ね。おお、めっちゃ競争。さあ左ゴリゴリ行こう。左ゴリゴリでここモルガンの招き。アレクサンドル、ちょっと聞いてくれる？スキー場を再開しようと思って準備を進めてる。スタッフの子たちが幽霊を見たって、全然作業がはかどらない。モルガンさんも見たんですか？幽霊。コースのポールを立てながら滑り降りると幽霊が出るらしい。私は見てない。どうも失敗しないとダメらしい。私って失敗できない人間だから幽霊に会えない。僕なら失敗できると思う。幽霊の正体を確かめてくればいい。幽霊を追い払えれば一番。まずは調べてもらえれば。これも最終工程の呪いかしら。かなり急斜面。さっきの勢いはどこ行ったの？モルガンさんに笑われちゃうよ。それが嫌だからあの場ではああ言ったよ。それくらいいいじゃないか。強がってんだ。失敗すればいいなら楽勝。気楽に行こう。一度は成功したい。モルガンさんに褒められたい。え、どういうこと？お、なんかある。お、おお、待って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 。あ、でもこれさ、失敗しなきゃいけないんでしょ。はい。これさ、失敗しないでやってみよう。あー、失敗したー。まあいいか。あ、敵が出てきた。初見じゃ無理だなこれ。バトル普通、敵4体。まあこれでいこう。もう4体はあれだな、バーミリオン散々案件だね。てかこれ失敗した数によってなんか変わったりするのかな。インタラップは無理で、反応射撃からの、あ、そっか、バーミリオンで3つ使うのか。まあいいや、ちょっと太陽光線は今回諦めよう。あ、ちょっと待って、あそこ3連携になってんじゃん。3連携は危険すぎない？あ、でも防御してんのか1人。じゃあいいや。バーミリオンサンズ連携、ボードガード、インタラプト、はい、ガード負荷、いいね。痛い、食らう。さてこいつらも、あれになってるか、地上で三段がだいぶ使うからな。あ、でもこれ次太陽光線やればダブル太陽光線になるか。し、強襲機はスタンなんねえかな。え、これ多分これでいいや。いや、スタンしやがった、最悪。痛い、耐えろ。術が発動するまでなんとか耐えろ。スタンしろ。お、スタンした。オッケーオッケーオッケー、いいねいいね。よし、じゃあここが勝負だな。もちろん地上でこいつ狙って、強襲でビーム狙って、さあ強撃でいこう。火力でちょっと数は減らしておくか。麻痺の強襲とかやってきたな今見たら。麻痺るなよ。決めてください。よし、オッケー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 。5連携ビッグバリギオンサンズ。あれ、ちょっと待って待って、どうなんだ。あ、最後か、バリギオンサンズ、ね、これで決める。お、強っ。滅却した。タブレット、加藤君。お、上がった。やれやれ。どうぞ。これ異物じゃないですか。幽霊はこの場所を教えたかったかも。失敗しないと出てこなったかなかった理由は分かりませんでしたね。失敗しない人には分からないことがあるということ。
よくわからん。結局わからん。さあこれで宮殿の封印を解きに行きますか。では宮殿へゴー。よし、封印を解こう。あなたは最終工程に関係する夢の話を聞いてどう思いましたか？最終工程にどんなイメージを持ちましたか？私にはみんな辛い夢を見ていたように感じた。人それぞれだと思うけど。まあそうだよね。でもなんかさ、いい夢見てた人もいたよね。だからこの先には何か辛いことが待っている。え、しまって、これさ、いい夢見てた人ばっかり助ければいい感じになるのかな。まあリトグラム、これはちょっとやんなきゃいけなくて、ちょっと待ってね。これここハマりそうだよね、とりあえず。で、これここハマりそうじゃない？はま、え、こうこう。いや、はまらんな。回転があれか？え、はまんねえんだけど。あ、これ、ちょっと待って待って待って。ZR ってどれ？これ、あ、こうこうこう。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。ピタッと、この2つか。これはもう三角2つはめれば、よくない？てかマジでさ、このパズルゲーム、なんか意味ある？やる。あ、いた。ん、待って、はしごを下ろす。これちょっとやりたい。お先にこれはしごを下ろします。あ、なるほど、はしご降りる。これやる必要ある？ちょっと強敵になってんな。最終工程が閉じ込められていた宮殿、何か悪いことが待ち受けていそうである。悪いこと系ばっかりだったかな。確かに助けた人たち。ちょっと強化を確認しよう。マジカルニャンボーとか無理だしね。てか獣ロードいっぱいあんな。でツバイよ、ツバイ。これツバイプラス2いける。フランベルジュになれる。鉄鉱石3つ溜まったかな。いやでもちょっと待ってね、ブラックイーグルもいいんだよな。あ、いけるわ、鉄鉱石か。悩むよね。火力的にはだって今使ってんのはもうブラックイーグルかツバイかって感じだもんな。あと術と猫ちゃんだし。ここのローブ系はまあまあまあこれでいいでしょう。ってことはどっちかだな。ブラックイーグル、これを全銃にするのかな。秘めた闘志。あ、これもしかしてあれなのか、進化させるのに必要なのか。ちょっと見てみよう次。あ、そうだな、必要なんだな。そのスキルっぽいやつは武器を進化させるのに必要なスキルみたいな。なんか何言ってんのかあれだけど。ようやく戻ってこれた、我が宮殿に。え、お前、アレクサンドルなど初めから存在しない人々を操り、封印を破らせるために生み出された幻影だ。狙い通り封印は破られた。マジか、私も操られてた。それはありえない。私は自分の運命に従ってきた。間違いなく自分自身の選択だった。だからこれから起こることもあやったに操られたわけじゃない。これから起こるだと。これは皇帝の復活、そして私は永久皇帝として君臨する。それがお前の選択された、あ、選択でなされたと。私が、お前が私を生み出したとでも言うのか。最終皇帝は失敗し永遠に封じられ、それがこれから起こること。我が力を知らぬ愚か者め、復活の儀式の生贄にしてくれるわ。おい、お前強敵、やるしかないな。バーミリオンサンズさえ撃てれば。おお、マジか。
敵は変なやつだな。あ、でも皇帝防御してんな。まあ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 、まずは定石通りバミリオさんでいいですからの早打ちは無理、反応射撃も無理だな。ということはこれは危険な。バーミリオサンズのところで太陽光線合わせたいかな。どうする、防御でいいや。あ、こいつも栄翔か、ブラッドフリーズ。一旦目はもうみんな栄翔に入ったな。さあこっからちょっと待ってね、なんとかしてスタンを取りたい。で太陽光線で一応最終工程狙うか。でリフレクト、いやでも結局攻撃だからな。で強撃でこいつを狙えるな。で地上、よし、今のところ連携になっちゃうからこいつはこれで OK で、地上走者で割り込もう。でこいつとりあえず1体確実にスタン取りたいんだよな。頼む、いけ、ヒースとか。で強撃からの痛いです、大丈夫です、スタンしろ、しない、おい繋がってんのか。ガード、ガードしろ、スタンした。いやでもえオーバードライブか、2人でオーバードライブかよ。これもうオーバードライブ発動させるとかなり危険が、死ぬぞこれ。死んだ、もうちょっと先手に持ってこよう。足手まといの使い魔に価値はないぞ。もうこうだな、4連携でなんとかする。まず B の攻撃を、猫ちゃんなんとか耐えてくれ。ええ何これ、何これ何これ何これ、あバフね。ここでどこまで減らせられるか、バミリオサンズキいけ90。いやなんか微妙だな。太陽光線124、イントラップ引き上がった、最悪だ。うわ勝ち目がないぞこれ。ブラッドフリーズ待ちか、解除できれば結構でかいんだよな。竜神劣化剣使ってくんだけどこれ呪縛でさ、なんとかなんないのかな。こいつ、まあ、とりあえずじゃんバン、あ、しまった、連携になっちゃう。いや強い、あ、連携にはなってないか。また竜神劣化剣かよ。ダガー城で、あそこが連携ついてるからな。バーン、半分以上減った。スタンバック、ラドリッツ、これ146まで伸びんの1回で。これはもう無理だろう。まだ終わりじゃないよ。もう終わりだよ。再挑戦する。LP 消費してバトルに再挑戦。初期連携率が上昇します。ちょっとどうすっかだな。最強戦、
で最初あいつ防御でしょ。ブラッドフリーズやってんな。魔女は戦いの中で輝くの。バンディオさんってどうなの。なんか微妙だよな、2ターン使う割には。呪縛でどっちか、こっち、いやこっちか先に。でそうすると調布もな、なんか魔女は戦いの中で輝くんだ。こいつは地上でなんとか頑張ってもらおう。妖精のグレスはこれ素早さアップか。あ、だから多分早めに来ちゃうんだな。スタンしろ。あいつめちゃくちゃ速いな。めちゃくちゃ速いけど、まあ別にって感じだな。でこいつ倒したいっていうか、行動をなんとか阻害したい。太陽光線スタンバイかけるか。こっちに連携を取っておきたいから。あ、攻撃がいけんな。よし頼む。まず竜神でかけ、これはね、まあ、耐えられるっちゃ耐えられる。ちょっと半分くらい減るけど。でこの3連携でなんとかウィーク、バック、スタンしない。もう一度ただ終始に従ってください。できる 150%。 ポン。まあまあまあしょうがないしょうがない。で太陽光線からの呪縛、麻痺で、麻痺じゃない、これ死ぬんじゃん。危ねえ、ガードした。で妖精のなんちゃら強襲撃でなんとかできないかな。こいつなんとかしたい。例によって攻撃に入ろう。俺もブラッドフリーズを打つ。インタラプトがいけんな。もう死ぬから、死ぬんだったら攻撃しとくべきだよな。先に行こう。オッケー。妖精のグレス足2段階上がってんな。グラッドフリー、みんなで遊ぼう。太陽スマッシュで一応倒した。でインタラプトボン。135であれしか減らないのか。友人でかけ、これちょっと割り込まないと。援護射撃、援護射撃ってでも割り込む感じじゃないもんな。反応射撃無理だな。まあいいや、アピールスラッシュ、アピールスラッシュ。こっち挑発したらマジで死ぬなこいつ。火力的にやっぱり太陽光線が強いが進んだけどな。ちょっと待って、三段もあるけど三つ変だよな。あ、これ強襲で割り込めんな。こっちにしよう。オッケー。インタラプト、ほら友人でかけたり。あ、加藤君か、死んだなこれ。さよなら、君は頑張ったよ。スタンスタンスタン、バンプ、ブラッドフリーズ、ほら。強襲撃でなんとかこいつをキャンセルさせたい。で早打ちも無理。反応射撃は打ってんな。こいつも反応射撃打ってる。
どういう状況なんだ今。よし、スタンした。インタラプト。ほら。インタラプトって別に行動不能にするわけじゃないから、ダメージ食らうが食らうんだよな。太陽光線。よし、仕留めた。で、あとは、ここちょっと全連携つなぎたいよな。まあ、気合、攻撃。で、こいつも強襲で前に持ってきて、ダメだな、繋がんないな。早打ちもだってこれ繋がんない人だって線がないもん。三段ってどんだけ当たる、そもそも。みんなで決めるわ。まあ二連携だよね。気合、牙でインタラプトして、けどまあまあまあ食らうのはしょうがない。70、まあまあまあ強い。あ、なんかハテナハテナハテナ使ってくるな。ってことはリザーブしといた方がいいから、でここはじゃああれだな、もう術で、こいつはもうこれで OK。 リザーブ解除、リザーブ解除したんだったら猫を殴ってもよかったかもしれない。なんか変なの使ってきてんな、どうにもならんか。精密、死人が出なければ。それで一旦かけたか、死んだ。つえでも怒るよ。リベンジボーナス。いやー無理か、稲妻キックとかまた強えのやってくんな俺。反応射撃、チェイスかけるか。じゃあダガー城で三段。あ、待って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 、これあれありじゃないか、みんな独壇場だな。独壇場でも一人しか発動しないから、こいつ殴ってこいつ噛みつきで連携かけて三段でやる。バッハさえ生きてれば。やだっけ、一体バンプされたけど大丈夫。噛みつきの射撃の、よし頼むぞバッハ様、君の独壇場だ。とっておき見せてあげちゃおうかな。きたー、強え独壇場。バッハ様に助けられた。コックスコーム、実鉱石も手に入れた。おー、レベル5。本物より強くなっちゃったりして。いやー、あなた様は本当に超めっちゃ上がった。ロールワーク増えた。申し訳ございません。まあ構わん構わん、君はそういう役目だからね。よし、ロールの装備役増えた。ロールの装備は増えた、めっちゃ増えたわ。良い戦いだった。精霊石と怪我はリザーブ技解除、精霊石獣の骨。ここでしばらくは最終工程もおとなしくしてる。凍った人も溶ける。アレクサンドルがどこに行ったのか謎のままにしておいた方がいい。猫を見つけて帰ろう。猫、この辺りに猫がいそうだ。どの辺りだよ。いやー、まさかアレクサンドルここにいるのか。あなたも凍っていたのかもね。さあ帰ろう。知力プラス4、今まで見た猫の中で一番小さくて可愛いシンガプーラ。
メーカーへの出口入りますか。じゃあどっから来たんだっけ。ここからか。あれ結局凍ってるじゃん。まあいいや。この世界の事件も連接世界の魔法バランスに関係していたんじゃないかな。だからあんな風に導かれた。さよならグレノン、さよならアレクサンドル。あ、概念か。そう、概念がないと多分武器進化できないんだよね。静寂なる孤独、多分ね。魔力猫一匹にあの黒割が合わないな。確かにな。でもマナも増えた。不正行為じゃないのか。どこまで貯めんのこれ。クリスタルケージは正常、マナもちゃんとカウントされている。不正行為するとどうなるの。クリスタルケージが真っ赤になってすぐさまプールクーラーに召喚される。裁判にかけられて魔力剥奪、重視の館行き。知らなかった。相当やばいことしてた。今後は少し考えてから行動してくれ。伝説世界にはプールクーラーや都市以外にもあんな世界がある。別の世界にも行ってみたくなった。まだ続くんか。あとはもう猫だな。とりあえず猫は回収しよう。こっちの方、ああなるほどなるほど、これで終わりってことね。戻ってきてということで、アメリア編これにて終了したいと思います。いや最後の最終工程きつかったな。なかなかにやっぱね、術の使いどころがね、なかなか難しいね。もうちょっと本編始まる前にやっぱり戦闘システムとか勉強しておくべきだな。でもう一個ね、スチーム版での主人公が、あのメカちゃん、名前忘れて、ディーバだ、ディーバがあるんだけど、ちょっとやるかどうかは考えます。まあ、とりあえず、今回これで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。